皆さん、お久しぶりです。りーちゃんです。ということで、めっちゃ久々の YouTube 復活なんですけど、今回の企画はですね、私、入学当初に比べたらでかくなって制服がどんどんきつくなってるっていうことを最近気づきまして、まあ最近やばいということでダイエットを決意いたしました。ダイエットをするっていうことを学校に伝えたら、学校も協力してくれるということで、今月からブレザップが始まります。で、それで目標体重が入学当初が49とか、まあとりあえず40キロ台だったんですよ。で、身長が今156センチで、で、今はちょっと最近測ってないのでわかんないんですけど、目標体重はそんぐらいになりたいなと思ってます。体重計に乗っていきまーしょう。と、身長作業してまして、156しかないっていうのがすごいコンプレックスで、靴脱ぐと本当にちびマリオで、ちびマリオだ、こういう感じでさ本当にいつぶりかわからない体重計を乗っていきたいと思います。え、待って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 、ちょっと待って待って、これやばい、待って待って待って、ちょっと待って、え、怖い、ちょっと体重がやばすぎるので、ちょっとあの非公開にしたいと思います。ちょっとあの女子高生の体重じゃない、あのなんて言えばいいんだろう、中年男性くらいの体重があると思います。俺と同じ体重だよそれ。ねえマジ、ね、ちょっと待って、ねえやだ、え、頑張ります。自分が想像してた体重の2倍はあって結構心にも来てって、でもちょっとモチベ的にはすごい上がってるので、今後の流れを話すと、その本格的にブレザップが始まる1週間は、まあ、今日からね、今日から7日間は自己流でダイエットしてみて、多分5キロは余裕で減るから、で、そっから、学校の先生にサポートしてもらうって形なんですけど、とりあえず1週間リータン流のダイエットで痩せてみたいと思います。で、主に家で何したりとか、例えばダンスしたりとか、そういう風景をちょっと撮っていきたいと思うので、それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。リータンでした。バイバーイ。マジ痩せよう。